フィヒテののってていいうのは思考において世界を成り立たせる活動なんですねで。それっていうのは神を除けば人間理性によってのみ可能な活動だと。まあ、人間独自の理性の活動、自由の拡大。これこそが人間の使命である。人間に倫理的な生き方っていうものがあるとしたら、こういう活動のことを倫理的な活動だというのだと。 こんにちは、ネオコートユミです。今回は西洋哲学史近代編のフィヒテでございます。フィヒテはドイツ観念論とかドイツ古典哲学って言われるような分類の最初の哲学者ですね。ドイツ古典哲学だとンとが最初になるのかもしれないけど、フィヒテってのは自我とかね、そういうことについて哲学したっていうことで、かなりね、最初に言っとくとむずいです。フィヒテは。ややこしい。とにかく問題にしてることがめちゃくちゃ言葉にしづらいことを問題にして考えようとした哲学者だから、ああとにかくや,ややこしい。だから、この本ではですね、 フィヒテをね、とにかく何を言ってるのかギリギリ分かるようにした。フィヒテの一番最初の基本の基本を、えー、何言ってるか何がしたいのかっていうのを分かるようにしたっていう、まあそういうような解説を試みてますので、はい。まず、ドイツ関連論って何なんという感じなんですけど、関東哲学の成果を受けてその後に展開した哲学のことを指すんですね。関東哲学の成果って何ですかって言ったら、前の動画ね、もう長い関東の動画で説明したように、諸学門の哲学的基礎付けでございますね。そこで物自体と現象との区別がされたんです。 関東哲学のもの自体っていうのは人間理性には不価値なものとして決して究明されなかった。そこでドイツ関連論哲学は人間の、ね、理性の思考のあり方とか思考のプロセスっていうのを根本的に見直すことで物自体と現象、物自体と理性との境界を取り払おうとした。そのような哲学を最初に試みたのが今回のフィヒテなんですね。フィヒテは知識学、自分自身のね哲学をそういう知識学っていう名前を名付けたんだけど、それをなんか最新の哲学とか最初の自由の体系とかって言ったりしてるわけですよね。まあ関 も拘束を承認することで自分は自由であるってことがわかるみたいなこと言ってたけどそれをね、カントですら、まあ、まだまだ自由じゃない最初の自由の体系はこの私なんだ <laughs> いう風に、でかいこと言ってるのがフィヒテってことです。知識学っていうことについて説明しますと、知識学って文字通り、知についての学で、まあ、知ることの働きですね。をまあ考える哲学。すごくね、もう一番わかりやすい言い方だと思う。これ、学問ってのはね、その知ることですから、まあ、あらゆる学問の基盤になるって言えるんですね。知ることの働きを考えるのが、あらゆる学問の基礎だ。言いたいことはわかるよね。諸学問の基礎になる、そういう知識学に、 さらなる基盤があっちゃいけないわけでね。だから、知識学っていうのは、他に根拠を必要としない根本的な知について考察するんだ。つまり根拠が自分の内にあるような知。それが知識学で取り扱う知の条件であるで。で、まずその知ることの働きっていうのは、フィヒテによるとね、ここに書いたんだけど、物事の同一性を把握すること。これがまず知ることの働きの、まあ一番最初だろう。例えば、A とか、フィヒテ、ABC の A とかっていうんだけど、犬なら犬ね。犬っていうのは、 犬でで、ある。で他のものもじじゃゃなない。猫じゃない。猫 <laughs> つまり知ることの働きっていうのは犬を犬だと理解すること。A を A だと理解すること。これを A を A と素定するとか、素、まあ、定って古めかしいから定律するとかって言われる。そういうふうにできていんですね。素定定律、まあ。犬なら犬っていうふうに理解して、その理解が保持されていることが素定っていうことの働きの意味です。 これが知識学の出発点になるような知なんだと。これは A イコール A というふうに論理式で表せると。これはもう形式上絶対正しいわけだよね。当たり前じゃん、そんなの。っていうんだけど、この A イコール A、知る働きにおいて、これをよく考えると、A 以外に別の存在が現れてくる。おどういうことっていうと、それは A、犬なら犬を想定している意識っていうのがある。と。犬を犬だって判断してるやつがいないといけない。<laughs> いうわけですね。それをまあ、意識だとか、私っていうことを言うんですね。A を A と固定する働きがある。A イコール A っていう固定、判断を成り立たせる隠れた前提。これが意識なんだ。こういう意識みたいなのを私とか自我とかって名付けるわけですね。つまり、A イコール A、犬は犬だっていう判断は、私、自我によって成り立ち。すべての判断は私のうちにある。 これはもうそうなってる。事実としてそうなってるっていうことですね。で、あらゆる判断はもう私の存在を前提している。判断する主体を前提しているってことだね。それはそうだ。だから、A イコール A に代入される最初のもの。それは私なんだ。つまり、犬っていうのは犬を判断する以前に私っていうものがなきゃいけないんだから、A イコール A、犬は犬だとかっていう、その A に最初に入る存在。それは私なんだ。 これ、これ伝わるかな犬とか猫とかそういうものはさ、まあ、何でもいいわけじゃん。別にそれが絶対最初に判断されなきゃいけないものじゃ当然ないよね。A に最初に代入されるもの、最初に判断されるもの、最初に現れてくる存在って何って言ったら私自身だ。まあそういうことだね。なので、<laughs> 私は私自身を想定する。それが知識学の第一原則だとかって。A イコール A が成り立つ。で、その A を 成成りり立立たたせせるるるその後ろには判断を成り立たせる私がいるだから、A に入る最初の具体的な存在っていうのは私なんだ。そういう理屈になる。まあ、ちょっとややこしいのは承知の上なんだけど、要は、知ることの働きっていうのはこういう風に考察していくと私に行き着くってことだ、ね、ここで言う私っていうのは知る働きのことなんですね。その私があることによって A イコール A が成立する。これが知識学の出発点になるポイントですね。で、知識学とまあ同様に重要キーワードである 自ってていう思考のプロセスを表してるんですね私の存在は私の思考によって成り立っている。抽象的に言うと行為が主体、存在に先立つっていう。そういう風にフィヒテは思考のプロセスっていうのを考えたことですね。普通はこういう風に考えるとよりイメージできると思うんだけど、これフィヒテはもうおかしいこと言ってんのよ。我々の常識とはね。僕らは普通逆に考えて存在するから思考が成り立つっていう風に。私が存在するからその私は思考できるっていう風に我々は思うわけじゃん。だけどフィヒテは私が思考するから 私の存在が成り立つとか言ってるわけおかしいわけ。け行為が存在に先立つなんてことは普通はおかしくて、存在するから行為が後に続けるわけでしょ。行為ができるのって存在するからじゃん。というふうに考えよう。だから通常私たちは、まあ存在が行為に先立つって考えてんだけど、生きてはもうそれを逆にひっくり返して、行為が存在先立つって考えてる。ということで、これを例えで説明したのが自転車なんですね。というのは、自転車に乗ってる時っていうのは全てが動いてるわけだよね。私自身も自転車に乗って動いてるし、自転 自転車ももちろん動いいててるるし風景も動動わけでねで動く風景を認識しながら自分の動きもまあちょこちょこ変えるわけでしょ。自転車に乗ってるって場面では行為と認識っていうのは一致してるわけです。切り離せないもの。もし動くのやめたらう自転車転んじゃうわけで立てないわけです。 だから、絶えず自らを変化させる運動のプロセスっていうのが、自転車に乗るっていうあり方を成立させる。こう考えると、自転車に乗るっていう行為そのものが自転車に乗っている存在を成り立たせてるわけだよね。だから行為が存在に先立つ。行為が存在に先立つっていう例は、もう現実世界でも類比的に言えるっていうことを言ってるわけね。まあ、なぜなら、その世界っていうのは静止した存在じゃなくて、世界そのものが普段の運動、普段の生成変化のプロセスそのものなわけですよね。 何か世界とかものっていうさ、本体が存在するわけじゃなくて、全てが流動的で、家庭にあるもんって言えるわけだよね。だからそういう世界のあり方っていうのは、自転車に乗っているっていう行為のあり方と、まあ結構似てる。世界は運動によって成り立っている。なのに私たちは存在によって世界は成り立ってるって思い込んでるんだと、通常。こういう指摘をフィュではしてるわけだよね。行為が存在に先立つっていうのは、 世界は運動によってこそ成り立っているんだっていう、そういう考えの表明ってこと。これだと、まあそこそこわかるんじゃないかな。だから、こういうふうに言ってくると、その世界と思考っていうのは互いに異なるものなんじゃない。実は同じやり方をしているんだ。こういうことを示したところにフィヒテの独自性があるんですね。だから、フィヒテは自分の哲学を、最新の哲学、客観と主観だよね。そういうものを徹底的に異なるものなんじゃなくて、実は同じなんだ。というふうに見なした。これがフィヒテの独自の話ですね。運動が世界を成り立たせているように、フィヒテの時効っていうのは思考。 法において世界を成り立たせる活動なんで、すねでそれっていうのは神を除けば人間理性によってのみ可能な活動だと。なので、このような哲学を実践することが人間の自由であるとてヒヒティは言ったんですね。まあ、人間独自の理性の活動、自由の拡大、これこそが人間の使命である。人間に倫理的な生き方っていうものがあるとしたら、こういう活動のことを倫理的な活動だというのだと。まあそういうふうに言ったわけですね。その思考が存在に先立つ。 っていう、こういうね、知識学、思考、そういうものの哲学っていうことから、フィヒテっていうのは主観と客観とか、認識主体と認識対象っていう図式を乗り越えようっていうふうに試みてるんですね。主観によって、カのもの自体っていうのを不要にする試みにもなっていきます。これがフィヒテの哲学が主観的観念論なんていうふうに言われることもある理由です。ということで、まとめますと、世界の根源っていうのは物自体じゃないんだと。我々の行為の方にあるんだと。まあ、このように言ったのがフィヒテの哲学であって、統一観念論始まりなわけです。 ですね、ということで、今回は生きての哲学の解説です。次回はシェリングの解説になります。よろしくお願いします。それではごーー、ごきげんようさあ。